やっぱこの崩落事故の現場近くですから、こういう岩肌がすごいんですけど、これ落ちてるんですよ、これで。だからこれ危険っちゃ危険なんですよね。これこの程度の冒険なかったら廃道ツアーなんてやってらない。なんか探検っぽいぞ。天然の洞窟だったんでしょうね。だから玉川洞窟観音もこの類だったんでしょうね。こういう洞窟の中に観音様がいたっていう形でしょうね。はい、こんばんは、フェマールでございます。今日は現役のトンネルでございます。ふさやま隧道っていうのかな、坊さん隧道じゃねえな、まあ、でもこのトンネル入ってみます。何があるでしょうか、行ってみましょうね。このトンネルっていうのは、あの崩落事故のあった玉川トンネルのあの辺のトンネルなんですけども、ちょっと特徴的なんですね。ここね、明るいでしょう。ここってなんとね、トンネルの中に窓を外が見えるんですよ。39,800円。うわ、ほらこれ、これすごい。ほら、トンネルの中に洞窟あるって感じですね。なんかね、こんな感じですよ。ほら、これでも外出られないね。これ柵があって、柵があっていけないんじゃなくて、ちょっと降りるには降りれないですね、残念ながら。けどこうやって外が見えちゃうわけですね。これは天然の浸食された跡だと思うんですけどね。でなお、これ1本目のトンネルですけど、もう1本向こうにもこういう形のトンネルがありますので、そちらの方行ってみましょうね。ざっと言うとこんな感じ。これゴツゴツ、そして出てきた。でこんな感じです。はい、ここですね、入ってみましょう。潜入です。まあ潜入だって廃道じゃないですからね。この入り口がなんか特徴的ですね。あ、これも玉川隧道って言うんだ。46年生だそうです。向こうは玉川トンネルで、ここは玉川隧道になるんですね。そういった名前のネーミングの差ですね。ここからまたゴツゴツとした感じのトンネルとなってます。まあ、これで現役ですからね。国道305号線となっております。まあ例の崩落の現場からまあ近いこともあって、結構地形的にはそういう同じような山肌が岩が壁になってるっていうか、まあ行ってみたらこの辺かって、もしかしたらもしかするっていうか、崩落の可能性もなきにしにあらずって感じでしょうね。ここはちょっと潜入できそうですね。ちょっと行ってみましょう。普通に洞窟ですね。多分実際皆さんこっから釣り人の方は釣りに出られるアクセス路になってるんじゃないですかね。僕ね、ここすごい通るんですけど、ここ出たのは初めてですね。こんななりわいしないとなかなかこんなとこ来ませんからね。おっ、わっ、カメラの上に水が、俺の高級カメラが。結構いいカメラなんですよ、実際。自慢ですけど。今外出てきたんですけど、海はこうですね。でやっぱこの崩落事故の現場近くですから、こういう岩肌がすごいんですけど、なんとまあこれ予想外、僕こんなすごいとは思ったっすよ。これね、今のトンネルから出てきた穴ですけど、結局洞窟だったんでしょうね。これね、洞窟を掘られて、その先に真横にトンネル掘られたって感じなんで、洞窟を貫通してるって感じですかね。これ落ちてるんですよ、これで。だからこれ危険っちゃ危険なんですよね。これこれでっかい石がゴロゴロ転がってますけど、これは落ちてきた石ですね。この動画正直5分ぐらいで終わると思ったんだけど、こんな魅力的な洞窟があるとは思わなかったんで。そうだよ、楽しいじゃん。この程度の冒険なかったら廃道ツアーなんてやってらないよ。この前のあんなハイキングコースの廃道なんてのはダメだよ。あれは一般人コース、こっちはオタクコースですね。言うほど僕はオタクじゃないですよ。あんまりね、僕そんなにトンネル好きですけど、そんな知識ないですからね。やれや何々型だとかそういったのって、おっと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 滑るんだありますけど、ほらこれ全部落ちてきた石ですよ。これ
あ、なんか探検っぽいぞ。広し探検隊みたいなんですね。反対広しじゃねえよ。天然の洞窟だったんでしょうね。だから玉川洞窟観音もこの類だったんでしょうね。こういう洞窟の中に観音様がいたって方でしょうね。洞窟を抜けたら車が走ってるって変な絵ですね。で、このこちら側のトンネルは、そのトンネルの壁の向こうもまだ洞窟がありますね。まあ、こんな遠くはないんで行ってみましょうね。はい、右手洞窟から、これ道路を挟んで渡ります。ここまで結局波が来てたんでしょうね。ザッバーンと、まあ、ここが先端だったんでしょうね、うん、ちょっと振り返りますね。ブーンと、おいバイクさん。ああ、洞窟の中にトンネルが入ってるっていう妙なトンネルですね。ある意味聖地だねこれね。お、俺が死んだらここに埋めてくれ。俺が観音様になる、なんでやねん。すまぜん、言い過ぎました。って感じですね。じゃあ戻りますね。では外出てまいりました。ここ玉川地区ですね。温泉出てるんかな、玉川温泉って言ってますから ね温泉街になりますけど、ちょっとこのね、気になるんで、この湯本園地とやらにちょっと目、鼻、口、顔面いうか猿ですな、これはね。で、まあ、またちょっとぐるっと回ると、で、玉川の崩落現場ですね。こっからも撮っておきましょう。あ、こっからの方が見えるかな。今日ちょっとごめんなさい、三脚持ってないんで、ここですね。うん、あの真ん中ぐらいで、あ、あの、うん、あれかな。まあ、こんな感じですよ。玉川トンネルがあります。ちょっと後であそこのね、観音様もまたちょっとお礼参りってまいりますんで。はい、これが、玉川トンネルですね。さっきは玉川随とこの差があります。この前ちょっとね、全然お金持ってなかったんで、今日はちょっと1000円ぐらい入れておこうかなと思います。ご利益ありますんでね、こちらの観音様はいいとこですよ、ほんと。皆さん来てくださいね。じゃあ今日は中入りますね。でも撮影はあんま良くないかもしれないから、まあ、サクッと。ここから先が崩落現場です。あ、この通り立ち入り禁止ですね。よいしょ。あ、あそこに慰霊碑あったんだ。あそこに慰霊碑がありました。これは、これは何の碑なんだろうな。祈りします。玉川洞窟観音、うんたらかんたら、うんたらかんたら、うんたらかググってください。西国33カ所巡り、要はここにいながら33カ所の、巡りができるそうです。なんてお手軽な、ありがとうございます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 。ね、こうやって観音様がこちらに祀られております。いいとこですね。で、ここがまた今の33箇所巡りのところですね。一個一個回ってまいりますね。では今回はこちらの方で終わりとなります。あちらの、今日はあのトンネルの向こうの洞窟とトンネルのコラボレーションで、こちらの方が玉川の、温泉街ですね。カニが有名ですよ、至る所にカニの看板、温泉って書いてあります。そしてあちらが崩落現場となっておりまして、玉川洞窟館ので今の新玉川トンネルとなります。こうやって観光名所というか温泉街とかカニとかありますので、ぜひ皆さん来てください。景色もすごいいいですからね、はい、では今回はこちらの方で終わりたいと思います。おやすみなさいませ。フェマラでした。ありがとうございました。カニ食いてー。これ消費税込み送料無料で39,800円。そう、本当に。住みたいガール0120-22339。皆様からのお電話
お待ちしています。